どうも、大水洋介です。今回私たちの、第2ラバーガールチャンネルの登録者数が20万人を突破してしまい、大変申し訳ございませんでした。今回20万人を突破してしまったということに関しましては、すべて私たちの不徳の致すところでございます。本来であれば15万人を突破したあたりで、いずれは20万人を突破してしまうことは予想ができたことなので、その時点で何らかの対策を取るべきだったとは思うのですが、まあなんとかなるだろうという甘い考えのせいで、このような、事態を招くことになってしまいました。本当に申し訳ございません。今回20万人突破してるんじゃないかというご指摘を、各方面から、受けまして、それは、全て、紛れもない事実でございます。関係者の皆様、そしてファンの皆様のことを裏切るような結果となってしまい、本当に申し訳なく思っております。本当なら、皆さん一人一人に直接会って謝罪をしたいという気持ちはあるのですが、さすがに20万人ということで、まあ、膨大な人数となってしまいますので、今回は、動画での謝罪とさせていただきました。今回の件で YouTuber の先輩方にも多大なるご迷惑をおかけしました。ヒカキンさん、はじめ社長さん、ヒカルさん、フィッシャーズさん、東海オンエアさん、コムドットさん、水溜りボンドさん、平成フラミンゴさん、ユタボンさん、ガーシーさん、料理研究家のリュウジさん、コウケンテツさん、マリナ竹脇さん、セイキンさん、野球解説者の高木豊さん、落合博光さん、上原浩二さん、デーブ大久保さん、ジャニのチャンネルさん、マフマフチャンネルさん、キッズラインさん、ザ・ファーストテイクさん、ヒカキンゲームズさん、気まぐれクックさん、
い、だ、ん？ディア、ディ、ダイ、ディアナ&ローマさん、桐崎英二さん、レペゼンフォックスさん、はじめ社長2さん、桜みくるさん、トイキッズさん、シネマトゥデイさん、ボンボン TV さん、シバナンチャンネルさん、メンタリスト大吾さん、北洋チャンネルさん、小島大王さん、プロタン日記さん、東宝アニメーションチャンネルさん、キングヌーオフィシャル YouTube チャンネルさん、キリンさん、もちまる日記さん、カズチャンネルさん、しまじろうチャンネルさん、あいみょんさん、三河健一さん、具志堅用高さん、浜田剛さん、ブロック TV さん、とは、あ、これ違うな。ちょっと待って。中里依紗さん。ワンピース公式 YouTube チャンネルさん、夜の人笑いさん、寿司ラーメンさん、ませんでした。今後はこのようなことが二度とないように、気をつけてください。
けますので、今後の、私たちの活動を見て、判断していただければと思います。失礼いたします。